皆さんこんにちは。最近リゼロを見始めてめちゃくちゃハマりました。ゆっくり霊夢です。七森さんが可愛すぎる。と思っているゆっくりマリサだぜ。東京リベンジャーズが面白すぎて3日で見終わってしまいました。不乱だよ。さてさて、それじゃあ早速やっていくよ。てか、いつの間にかドイツやイギリスと終戦してるじゃないか。一体どういうことだ？ああ、それはね。昔々、あるところに。ドイツさん、中国さん、オーストラリア様、その他の国がありました。自国だけひいきすんな。その他の国もちゃんと言えよ。そうした中、主にドイツ、イギリスの陣営と、中国、オーストラリアとの陣営の間で戦争が起こりました。オーストラリアである私たちは核の製造を本気でやっていたので、ドイツやイギリスを中心に、多くの核爆撃機や核ミサイルで攻撃しました。しかし、そんな中ドイツから一通の外交文書が届きます。中国を裏切って、一緒に中国をフルボッコにしようぜ。というドイツのクソっぷり。これに対しオーストラリアは、しゃーやってやらー。というクズっぷり。ドイツはまだいいけど、オーストラリアがそれ許可しちゃダメだろ。てなわけで、こうなりました。どうしてこうなるんだ。見事に日本が中国を吸収してるな。いやー、にしても核をめちゃくちゃに打ちまくれて楽しかったなー。頭おかしいのかお前。核をこんなにぶち込めた試合は今までなかったからね。そうだね。しかもオーストラリアでここまでできるとは思ってなかったよ。はっきり言って、お前なら初動で消え失せるかと思ってたぜ。ひどくない？とまあ、このラウンドは最終的にみんなで中国をフルボッコにして終わったよ。あとは、日本が単独で勝利したよ。さて、それじゃあ前回できなかった新コーナーをやるよ。その名も、今週の分析、政治のニュースを見てみようのコーナー。ということで、今回からいくつかその週にあった軍事や政治のニュースを国外、国内で分けて紹介するよ。まずは国外のニュースからだよ。サウジ、ロシア産燃料油の輸入量を倍増。国産原油を高値で輸出。だよ。これはロシアに対して経済制裁をしている国々はよく思わないニュースね。このニュースの背景には、サウジアラビアのアメリカに対する不信感が影響しているみたいだな。二つ目はこちら。欧州で40度超の猛暑。WHO。死者1700人以上。各国は連携対応を。だよ。このニュースによると、スペインとポルトガルだけで死者が1700人以上も出ているらしいわ。この動画を見ている視聴者さんも、熱中症には気をつけてくれよな。次は国内のニュースだよ。日本周辺の炉の動き。懸念を持って中止。中国の軍事動向にも警戒感。今年の防衛白書。だよ。最近ロシアと中国が日本周辺でいろいろやったりしてるからね。日本と中ロとの間での緊張感がより一層強まった感じがするな。さてさて、いかがでしたかね？今後もこのようなニュースを紹介していくから、何か紹介してほしいニュースとかがあればコメント欄に書いてくれよな。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。